末梢性神経障害は糖尿病足の主な原因です実際のところ下肢切断者の60%以上に糖尿病が関与していますこの疾患の患者は下肢の感覚が最小限あるいは全くないため深刻な感染、エソ、下肢切断を招く怪我や海洋を起こしやすいのです予防的治療が重要です 糖尿病足の発症の高リスク因子を認識させることから始めます。これには以前の四肢切断、足部潰瘍歴、末梢神経障害、足畸形、末梢血管疾患、視力障害、糖尿病性腎症などがあります。また特に透析を行っている患者の場合、不適切な血糖管理や喫煙などがあります。医師または即治療院による定期的なスクリーニングも重要です。 また患者の教育も重要です患者は慎重な足のケアだけでなく潜在的な問題に対してどのタイミングで医師にかかればいいかなどを教わることができます。